例のねビオトープなんだけど、ちょっと問題発生してさ、まあ問題っていうのがこうやって泥を入れる、泥のところに棒を入れるとブグブグブグってかなり泥が溜まってて、でブクブク、これ多分メタンガス、すごい匂いするんだ。要するにあの水の中だから酸素が行き届かない状況だと、なら嫌気性微生物、それが優位に働いててメタンガス発生させてると思うのね。匂いもおならみたいな匂いで、やっぱこうなるとほらあまり良くないっていうことなんで、専門家の人に聞いたらさ、これをどうにかしないといけない。ほらブクブクブクってよいしょ、片手でやるの大変だじゃん。こっちもほらブク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 って、わくせ、うわほらね、こんだけガスが溜まってるっていうさ。だからこれね、よいしょ、これさ、取水口、あそこねの入ってくるところ、入り口のところをストップして、で排水してプラスポンプで水を抜いて、ここの泥をちょっとすくおうって、全部すくうのはまあやらないんだけど、そういうふうにしてガス抜きしてあげようって。10年この池ができてるかって多分やってないんだよね。だからそれだとまずいから、まずいんじゃないかっていう話なんで、まずくないかもしれないけどまずいんじゃないかってことに結論になったんで、これからこのガス抜きねしていきます。今日じゃないけど多分7月になるかな。うん、その様子をまた動画に撮っていくんでね、楽しみにしててください。まあ、くっせ